吉宗評判記暴れん坊将軍。旅のお武家様。私ですか。ええ、どうです、江戸の思い出に与えて遊んできませんか。え、せっかくだが道を急がねばならん。これで酒でも飲んでくれ。まあ優しい方、すみません。冷やかしかい。急ぐからって酒でをくれたわ。近頃珍しい粋なお侍じゃないか。本当ね。やれやれ、今夜もあぶれかね。まあお稼ぎよ。あいよ。何をする。終わり半年での、ルロデッカすると、尾張大納言様より上様に宛てた書状が10日前に盗まれたということですかな。うん、尾張の知らせで分かった。尾張公は一体何を書いてよこされたのです。世継ぎのことだ。紀州から俺が将軍職に就いたからには俺の次は尾張だと以前から主張していたんだ。おお、なるほど。もしその書状が野望ある大名の手に落ちれば、俺を担ぐ者、尾張と結び次の世代を狙う者と二派に分かれ争いが起きる。何としてもその書状を取り戻さねばならんのだ。越前殿、何か良い知恵はないかな。はい、この10日大名たちに何の動きもないということは、書状はまだ奪った者の手にあるということかもしれませんな。うん、その通りじゃ。しかしことがことだけに、
奉行所の手をお調べに使うことは避けねばなりますまい。上様、やはりここしばらくは私と半蔵お園の両名で探索することにいたします。まず不審なのは瀬川一馬が尾州港の書状を持っていることをなぜ下手人が知っていたかだが、お前たちはとりあえず尾張藩邸を見張ってくれ。心得ました。忠相はどうする？は、一馬が斬られたのは柳原稲荷です。あの辺りの豊かたちが不審なものを見かけているかもしれませんので、まずその辺から手をつけようかと思いますが。うん、そらよおめえ、なんでたって女芸者が大事よ。大丈夫、引っ張らないとんでもねえ。関取らそんなこと言うけどね、やっぱり吉原の鯛に比べたら月とすっぽみてえなもんだ。ダメダメ、芸者も太陽も気取ってばっかりでよ、面白くねえんだよ。俺は岡場所の女が一番だと思うな。いや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 、よたかだっていいのがいるぜ。俺女なら何でもいい。バカバカ、おみおみ、ご計算専門だろうな。カジラ、笑ってねえでさ、もうそばきつけてくださいよ。おお、つけてもらおうじゃないか。カジラなんからよ、金から金まで知ってるだろうからな。それはまあな。カシャ、いやいや、それはおめえたちとは俺は年季が違うんだよ。どれが一番なんですか？それはおめえ、芸者、俺は大変だな。あ、それから岡場所に与太か。あれは女にはまあそれぞれの良さあるな。だけどな、女は何つったってそれはかかにかな女いねえぞ。だからだから、お前たちもね、かかもらった時はかかを大切にしなきゃいけませんよ。お前さん、お兄ちゃん、みんなうちの人をね、変な場所に連れてったりしたらしょっちゅうねんよ。そうよ、お兄ちゃんはね、お姉ちゃんと一緒になってから浮気なんかしたことないのよ。あら、もう当たり前じゃねえか。つっ潰されちまうよ。なんだって？いや、今おめえよ、いい女だって説明したとこじゃねえかよ。だがね、おかみさん親の敵みてえなこと言うけどね、いい女もいるんですぜ。深川の小染めにおしず、カチャカチャ、吉原の浮き雲だよに松橋だよ。はいはいはい、ほんでほんで、深川の岡場所のお盆に落ち葉。落ち葉よく知ってんだお前。バカ、あれね、へその横のとこにこのぐらいあざがあんだ。いやガキだわ。いやいや、ただどこのへそに、いや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 、これはね、これはね、これはね、どこにおへそ。ずいぶん賑やかだな。新さん、ちょいと聞いてくれよ。うちの人ったらね、岡場所の女のお腹なんかまで知ってるんだってさ。そうじゃねえんだよ、噂で聞いたって俺言ってんじゃん。誰にだよ。わかるもんですか。お姉ちゃん、気をつけた方がいいわよ。そのうち柳原の豊かに知り合いが出てくるかもしれないわよ。お前さん、はい、今日という今日はね、みっちり話をつけたいからね、ちょっと向こうに来てくれ。ちょっと用事があるんだ今日は。いいから、まあ、カジラ、これ危ないから、これ危ないから。カジラ、行ってらっしゃい。遠慮しないで。おい、頑張って。おい、ゆっくりと。カジラも頑張って、しっかりね。みんな、その豊かのことだが、どの辺に出るか教えてくれんか。おめえ、なかなかいい女じゃねえかよ。おい、俺たちと遊べねえかい。あんたたちどうせお金ないんでしょ。おお、あたり、やっぱりわかるかよ。金なんていいじゃねえかよ。たっぷり可愛がってやっからよ。さあ、何すんのよ。やかしならやめてちょうだいよ。何してやる。豊かのくせに大きな口叩きやがって。おう、てめえたちなんだな。虫けらも一緒なんで。どっかへ運んで痛むってやろうぜ。誰か来て、助けて。おっと、おい、よいしょ。誰か来て。おしら、なんでてめえ。どっから湧いて出会ったんだよ。湧いてきただか。ボウフラやミミズじゃあるめし、湧いたが聞いてくれだ。なんだと。ヨタカヨタカとバカにしてるてめえら言ってどれだけ上等だと思っちゃうんだ。さあ、ちょっとで聞いてみな。やらぁ、いいだろ、覚えてやれ。ああ、姉さん、
そんな災難だったな。怪我はなかったね。ええ、ありがとう。何？なんだ、兄さんもやっぱり冷やかしてきたの。冷やかし？あたいたちと本気で遊ぼうと思ってきたんじゃないでしょう。なんでわかるんだい？顔に書いてあるわ。兄さんみたいないい男は柳原なんぞへ来ないで岡場所でも行ってごらんなさいよ。女たちがキャーキャー言って寄ってくるわよ。早く帰った方がいいわよ。あんたは強いから大丈夫だけど、たちの悪い冷やかしは姉さんたちに捕まって袋叩きにされて神田川に叩き込まれるんだから。ふん、怖いところだな。そうよ、怖いところなんだから。二度と来ちゃダメよ。あ、兄さん、名前だけでも教えてちょうだい。俺が？うん。俺は中吉だ。中吉か、中さんね。ネズミは中、カラスはか、中さんか。女一人は何とする？山田って追い出すぞ！ありがとうございました。怪我はないか？はい。あなた様のお名前は？俺は貧乏旗本の三男坊で徳田新之助。今の連中、なぜあんたを襲ったんだ？わかりません。申し遅れましたが、私は尾張藩小姓頭瀬川和馬の妻早苗と申します。柳原で切られた瀬川和馬殿か。夫の死はあなた方のお耳にまで届くほど噂になっておりましょうか。うん、まあな。私藩邸に参りますのでごめんくださいまし。あ、待ちなさい。判定はやめた方がいいぞ。今あんたを襲った連中は浪人ではない。明らかに藩士だ。つまり瀬川一馬殿の妻が江戸に来るのを知っていた者たちということになる。と言って江戸に知り人はおりませんし。よし、俺がいいところを世話してやる。ついてきなさい。どうぞ。この家にいれば何にも心配することがいりませんから、どうぞごゆっくりなさってくださいまし。恐れ入ります。新さん、用があったら呼んでね。あ、すまんな。どうだ、何も思い出せないか。もしあんたの亭主が身の危険に気づいていたら何かを言い残していったはずだ。それが分かれば手がかりになる。どうだ。申し訳ありません。日頃から無口な人でしたし、何か特別に言われたという覚えはありませんが、そういえば一つだけ。何だ。なぜ笠原様ではいけないのかと独り言のように。笠原というのは？おそらく江戸留守居役笠原劇様のことかと思いますが。尾張藩江戸留守居役の笠原劇ですか。そうだ。本来ならばお礼の書状も留守居役を通じて届けられるはず。それなのに一馬は笠原を避けろと命じられていた。笠原に何か疑わしい節があるためとも思われますが。うん、その辺をおそのと二人で詳しく調べてくれ。わかりました。姉さん、ここに置くぞ。ありがとうございました。ここよ。汚いところだけど我慢しとくれよ。うん。
なさいよ。雨が降ったらどうすんだい。あたいのところはまだいいのよ。上に橋があるから。むしろだけの小屋は大変。一杯どう。お、だけどおめえどうしてこんな暮らしをするようになったんだ。はあ、男ってなぜ身の上話を聞きたがるんだろうね。およしなさいよ。どうせ本当のことは言わないんだから。うめえ。ねえ中さん、本当は何を知りたいの。わかるって言ったでしょ。あたいとして遊びに来たんじゃないってことぐらい。それはまあそうだが。何を調べてるか言ってごらんなさいよ。10日ばかり前に柳原稲荷の命で侍が斬られた。ああ、あれね。斬ったやつならあたい知ってるよ。本当かい。どんな名前や。名前はわかんないけど、おぶんさんの客だから覚えてるの。浪人よ。ここにこう傷のある。その浪人は毎日来るのか。今夜はどうだ。来てないわ。10日か半月に一度ぐらいだもの。今度来たらそっと教えてあげるわね。ありがてえ。頼むぜ。でもそうなったら毎日でも私に会いに来なきゃなんないけど、いいの。いいとも。喜んで来るぜ。そう、よかった。だけどおめえ、なぜ俺に教えてくれたんだ。誰に聞いてもみんな貝のように騙せたんだぜ。あたい、朋輩たちによく怒られるのよね。あたいはお客に惚れるからダメだって。あ、一番鳥だわ。あたいたちはこれからが夜だもんね。おー、眠ったい。あ、あ、そうだ、チュウさん、これでもかけないと冷えるわよ。うん、おやすみ。尾張藩の重役の中には笠原劇だけが飛び抜けて贅沢な暮らしをしているらしい。まあ江戸留守居役というお役目の成果の試練は万事に派手な男と言わせた。では笠原の顔を知らぬのは大丈夫か。50前後の恰幅のいい男で門は向かい町だそうです。私が。そうか、尾張殿の書状を奪った浪人はまだ見つからぬというのか。はい、
御前にも笠原様にも誠に申し訳ないことをいたしました。何しろあの男は人斬り九十郎と異名を取ったほどの使い手、うん、腕の方は間違いないと思って雇ったのですが、一体何の考えがあってその男書状を押さえているのかな。おそらく書かれた意味の重要さに気づいて折を見て高値で売ろうとしているのでありませんかな。何しろ我らが殿が西国の大名たちと語らって兵を挙げようという勢いでしたためられたそうですから。将軍職を逃した恨みとはいえ、大納言殿も思い切ったことを書かれたもんだな。おかげで私たちが大儲けの種をつかんだんですから、悪行も言えません。まったくだ。そういえば昨日柳原で切られた瀬川一馬の妻が江戸へ出てきました。万一書状の秘密を知っておりますと面倒なことになりますので、この佐田野たちに襲わせました。旗本風の男に邪魔をされ取り逃がしました。ただいま手分けをして隠れ場所を探しておりますので、必ず始末いたします。頼みますよ。尾張藩お留守居役がお主君の手紙を種にご公儀をゆすろうとしていることがバレたら一大事ですからね。心得た。九十郎も金欲しさに書状を隠しているのでしょうから、いずれ何か言ってまいりましょう。今ご公儀に書状を買い戻せといえば十万両は出すはず。千や二千の金は惜しくもないのですが。大きく出たな伊勢屋。御前、金というものは儲かる時に儲けておきませんとな。ん、それもそうだな。けしからん。いやしくも若年寄りの職にある者がご公儀をゆすろうとは言語道断。上様、直ちに本間飛騨の神をご処分なされませ。じい、そうはいかんぞ。なぜでござりまする。分かりきったことだ。今飛騨に罰を下し一味の者を捕らえれば、その九十郎という浪人、書状を持って姿を隠すに違いない。騒乱の火の元を絶たねばどうにもならんぞ。それはそうですが、じいは腹が立ってなりません。俺も同じだ。半蔵、尾張藩邸伊勢屋を見張り、九十郎を必ず見つけてくれ。わかりました。その九十郎には左の額から目尻にかけて刀傷がありますそうで。何か聞き出せたな。はい、おぶんという与鷹と馴染みで時折柳原に現れるそうです。九十郎が一馬を斬り書状を奪うところを見たという女もおりますので。そうか。あれ秀さん帰ったのかな。まあ秀さんったら。ああ九十郎の旦那ね。今日はすぐ来る頃だから来たら呼んであげるよ。それじゃダメなのよ。内緒でそっと教えてほしいの。まあ豪勢だね。こんなにもらっちゃ嫌とは言えないけど。誰に頼まれたんだい。あんたのいい人かい。まあね。ねえ十手持ちじゃないだろうね。そんなのに関わりあったらあんたが仲間から追い出されるんだよ。分かってるわよ。違うから大丈夫よ。そうかい。じゃあ確かに引き受けたよ。お願い。中さん本当に来てくれたのね。当たり前だよ。嬉しい。中入って。うん。そうかい、おぶんさんに頼んでくれたのかい。うん、
だから安心してここで休んでらっしゃい。あたいは商売行ってくるからね。うん。あ、中さん、まさか十手持ちじゃないでしょうね。とんでもねえ。俺はそんな仕事じゃねえよ。よかった。もしそうだったらあたい、みんなにここから追い出されちまうもん。じゃあね。ああ、びっくりした。旦那、いつ来たのさ。少し前だ。あ、そうかい。あんまり待たせないで済んでよかったよ。旦那、私はちょいとお酒を買ってくるから待ってておくれよ。ね。待て。誰に知らせに行くんだ。私は別に。隠すな。ではなぜ震えてる。言え。誰に頼まれた。ここよ、中さん。何がだい。あたいが捨てられてたところ、今の小屋に住んでいた姉さんが拾って育ててくれたの。うん。同じ商売の女かい。うん。立派な産着着せられてたんだって。あたい、お前は本当はいいところの娘なんだって。死んだ姉さんが、あ、じゃない、おっかさんね。おっかさんがよく言ってたもんよ。うん。で、本当の親は見つからなかったのかい。見つかるわけないわ。生まれたばかりの子を捨てるなんてよくよくのことでしょう。この話は本当よ。好きな人には嘘つけないもん。中さんはあたいのことなんか好きじゃないわよね。え、いや、そんなことはねえさ。そうよ、だって嘘ついてるもん。嘘？ええ、本当は何をやってる人かあたいに教えてくれないじゃない。本当のこと言うと、あたい、中さんはお武家様じゃないかと思ってるの。お湯？そんなこといいの、どうでも。あの浪人が来るまでは毎日会えるんだもん。それだけでいいんだ。中さん、行きましょう。うん。昨夜のうちに投げ踏みが。投げ踏み。一万両とはまたふっかけてきたものだな。しかも本間様のお屋敷に用意しておけでございます。やつも大将と話し合うつもりなのだろう。伊勢屋、どうする。使い方では十万両にもなるネタですから、払う払わないはともかく金の用意だけはいたしておきましょう。おお、新さん、いいところ来た。さあさあさあ、早く、ちょっと見ておくんなさい。どうしたんだ。
与太が殺されたんですよ。かわいそうに背中からバッサリだったよ。常よ、まだ思い出せねえのか。詳しいんだろう、与太には。ほら、あら、待てよ。しっかりしろよ。そうだ、おぶんだ。確かにおぶんですよ。おぶんだと。ちょっとちょっと、新さん、知ってんですかい。ああ、そうか、やはり馬場九十郎のおなじみの女だったか。はあ、私たちに知らせようとして気づかれたんでしょう。かわいそうなことをいたしました。しかし弱ったぞ忠相。これで一番有力な手がかりの糸が切れてしまったことになるな。はあ、いらっしゃいませ。姉さん、そば一つくれ。ざる一枚。はいよ。どうした。あ、大岡様のお考え通り、馬場九十郎より金子を求める投げ文が伊勢屋に参りました。で、受け取りの場所は。本間様のお屋敷だそうです、今夜。そうか、そこへ乗り込めば書状も取り戻せるな。いや、九十郎は書状を持ってはいきますまい。万一鉄砲などで待ち伏せられれば、どんな手だれでもかないません。まず安全な場所に隠してから乗り込むはずです。忠相の言う通りだ。今夜までに九十郎の居所を見つけ出すことができればいいんだがな。忠相、大岡様。大岡越前の神忠相、確か南の名奉行様。お夕が九十郎に狙われているとおっしゃるんですか。うん、おぶんが殺される前に誰に頼まれたか喋っていたとすればな。ああ、そうか。上様、私はすぐお夕の声へ。おう、俺も行こう。その格好で一人九十郎の相手をするのは難しいだろう。はあ、忠相、急ごう。はやられたんだ。え、おぶんの客か。おぶんさんの家の上がりが町のところで壺の中に何かを隠していたのか。おゆ、おゆ、しっかりするんだ。おゆ、お願いがあるの。なんだ。
う死ぬんだから本当のこと教えてほしいの。そうすれば少しでも千代さんに好かれてったって思えるでしょう。嘘は、いや、あたいがかわいそうだと思ったら、十三の本当の名を教えてほしい。俺はな、俺の本当の名は大岡忠相だ。どうあっても書状の隠し場所は教えんというのか。当たり前だ。俺を切ろうとする家臣どもが屋敷中にあふれているではないか。じゃあどうしろとおっしゃるんで。今夜のうちに船を用意し、この金を積み込め。船が出るときに隠し場所は教えてやる。もしそれがデタラメだったらどうします。俺も人斬りと呼ばれるほど用心棒家業を続けてきた男だ。この辺で穏やかに暮らしてもいいと思っている。お主たちに一生付け狙われるのはごめんだからな。よかろう。お前ほどの悪党ならばかえって約束をたがえまい。伊勢屋、船を用意してやれ。はい。それにしても九十郎とやら、お前もしたたかな男だな。お互い様だ。それまでだな。何やってよ。これは天下の風来坊、徳田新之助だ。無断で屋敷に押し入るとは無礼なやつ。出会え出会え。お前らの欲しがっている品を届けに来たのだ。喜んだらどうだ。それは踊れ。何者だ。名を名乗れ。飛騨金に目がくらみ、主の顔まで見忘れたか。上様。若年寄り、本間飛騨守、その方、笠原激伊勢屋義兵衛と結び、世に当てられた書状を奪い公儀をゆすらんとするとは言語道断。あたら命を落とした者たちのために腹を切れ。こいつ上様とは真っ赤な偽りじゃ。かまわん、切れ切れ、切り殺せ。
この音だ。カズマを斬った馬場九十郎だ。夫の敵、覚悟。おのれ。よくやった。見事な仇討ちだったぞ。よせよせ、俺は天下の風来坊徳田新之助だ。本間飛騨守は病死と発表され、笠原劇笹野源之丞らは切腹、伊勢屋吉兵衛は獄門となった。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。では気をつけてね。寂しくなったらまた来てくださいよ。早苗は瀬川家再興を認められ、ふるさとへ旅立っていく。そして忠吉こと大岡忠助に仮初めの恋を捧げたお夕は、その恋の相手によって手厚く葬られた。吉宗は跡目争いによって政が乱れることを警戒し、固く徴用の序を守ったという。吉宗評判記暴れん坊将軍。誕生日よ神保さなぎの神天柱。かくなる上よ、いかなる裁きも受ける所存であるから、お上への取り次ぎお願い申す。忠相、俺には下せんのだ。
仮にも目付ともあろうものが。私もそう思い詮議いたしたのですが。何とした？勘定奉行殿が神保さなきが生きておりまする。おれ神保さぬき。今再び神保さぬきを討ち果たしてからお沙汰に従います。影に踊らされた男。どうぞご期待ください。